おはようございます。アキトです。あ、今日は5月18日火曜日です。今日もスニーカーズ狙っていきたいんですけども、今日リリースされるのは、このアンブッシュとのコラボモデル、ダンクディプロイヤー当てていきたいと思います。大本命は、この今月5月24日にリリースされる、ダンクロー・ワット・ザ・ノ・ホールさん、ホール・ロード・ログレデスさん。なので、その時までに当たっちゃいけないんですけども、今日のアンブッシュとのコラボと、ロドリゲス・ルーさんのダンク、はい、の間にいくつかチャレンジしたいモデルが出てきましたので、そこでハズレを積めば今日は当たってもいいんです。いや、ハズレを積むならそれまでにいっぱいリリースされるやつ、いらないやつも何個もエントリーしてハズレ積めばいいやみたいになるけど、それはダメなんですよね。やっぱり本当に当たっても本当に欲しいものじゃないとやっぱり良くないじゃないですか。当たって本当に欲しいものをエントリーして、だから本当は当たってほしいんですけど、金銭的理由も含め、これは難しい。スニーカーと人生は難しい。よし、それではスニーカーズ始まります。エントリーしていきましょう。やばい、結構ギリギリの時間になっちゃった。アンブッシュのコラボ、こちらあやめにエントリーした方がいいのか、ちょっと待ってみた方がいいのか、どうしてもやっぱり早めにやっちゃいますよね、人の心理として。読み込むのに時間かかってる。全然サイズ選びが出てこないですね。結構ぐるぐるしてる。うわー、全然読み込まない。時間かかってますね。あ、読み込んだ。パスワード入力して、エントリーしました。よっしー。日本のバイク、自動車、トラック文化をイメージ。バイクのような見た目のシューズを目指した。ちょっとコンセプト聞くと何でしょうね。あんまりちょっとそうなんですね。まあ、出来上がったものはかっこいいですから。このアママニエールコラボも出てきましたね。もうこんな大々的にリリースしないのかなと思ってましたけどね。ひっそりとその向こうのブランドのオンラインでだけリリースするのかなみたいな。何でしたっけ、アママニエールってない人、他で違うモデルも前にコラボしてますよね。何だったか忘れちゃったな。もうそれは国内ではリリースしてないんですよね。だからそういうパターンかなと思ってたけど、今回はしっかり来ましたね。ね、ダンクロー、これはプレネすごいんでしょうね。どうせお高いんでしょう。はい、ではちょっとエントリー時間ありますので、それまで待っていきたいと思います。で、待ってる間、そうだ、この前ちょっともう記憶が瞬間瞬間でなくなっていくんで、僕特にこの YouTube の動画はもう撮った瞬間に忘れていくんで、記憶力がおちょこの裏なんで覚えてないんですけど、編集時間がなくてカットしたもの、開けたけどカットしたもの、それを今日は開けていきたいと思います。多分もしかしたら今日もめちゃくちゃ急いでると思うんで、編集、この動画を投稿するのに多分めちゃくちゃ急いでると思うんで、今日も多分編集あんまりしないと思います。あんまり編集できないと思う。なんとかちょっと8分以上の長さにして、ちょっとクオリティはなるべく面白さのクオリティは下げずに頑張りますんで、編集中の僕お願いします。そして見てくれる方すいません。いつもちょっともうほんとギリギリなんで、ありがとうございます。で、買ったやつが、これ。この T シャツ。この T シャツ自体は、西本イズザマウスとかっていう名前だったかな。海外、北米とかヨーロッパあたりの地域のカルチャーマガジン、ザ・ニューオーダーっていう、ザ・ニューオーダーマガジンっていうカルチャー雑誌と、コラボしたやつ。それがそもそもなんやねんっていうことなんですけど、なんか架空のカルトクラブ、西本イズザマウス。こういう T シャツは今回が初めてじゃなくて、めっちゃ顔にもタトゥー入りまくった西本さんっていう人が、なんかそういう架空のカルトクラブみたいな感じの遊びを仲間内でやってて、 T シャツ作って配ったりして、まあ一般にも販売してたりしてたらしいです。それが回り回ってラッパーのドレイクさんやバージル・アブロとかトム・サックスとか、そういう海外のストリートカルチャーに影響力のあるような人たちの方にも届いて、ちょっと面白がられて、その T シャツを着用の画像が出回ったりして、それでちょっと話題になったらしいんですけど、こういう写真、これはドレイクが着てる
時ですね。それで今回初めてそういう単発だったのがブランド化する、その第一弾として今回の T シャツがザ・ニューオーダーマガジンとのコラボでリリースされたようです。西本イズザマウス、西本は口、赤ん坊は神である、西本はその声を聞ける唯一の存在、西本は口である。まあ、ちょっとよくわかんないですけど、なんかそういうカルト教団みたいな、カルト教団感はありますけどね。鼻は神への道、口じゃないんかい。これでもアトモスさんでリリースしてましたね、グレイトさんとかもだったんですけど、僕はそのどっちでも買ってなくて、僕このわざわざコラボ先のザ・ニューオーダーマガジンの海外サイトでわざわざ買ったんですよ。っていうのもこの T シャツにの存在に気づいた時にはもう売ってなくて、サイズがなかったのかな、アトモスさんとか。XL が欲しかったんですけど、サイズがなくて、グレイトでは売り切れだったかな。で、ネットで調べてたら、そのザ・ニューオーダーマガジンの海外サイト見つけて、見てみたら、まだあったんで、注文しました。まあ、そんなに定価で言えば、国内で買うのとそんなに変わらなかったと思うんですよね。いくらだったかちょっと忘れちゃったな。6,000円とか。まあ、送料だけプラスでかかってますけどね、海外から。なんかすごい時間かかったな、今回届くのに。1ヶ月以上かかりました。こっちが前、こっちが後ろ。T シャツの他にパーカーとかもリリースがあったみたいですけどね。では僕なんでこんなに T シャツ買うんですか？着ないのに。ちょっともうあんまり編集してる時間ないから、編集させないで、ちょっと。そんなもう時間ない、時間ない。ほとんどノー編集で行きたいんだから。スニーカーズに戻りたいと思います。はい、締め切りになりました。エントリー時間が過ぎましたね。では僕はまたこのゴッテム画面の場所で待っていきたいと思います。この角度、ゴッテムの時のこの角度で待っていきたいですね。今までにこのモデルで全部ピンクのモデルと、ダンクのパンダみたいな白黒のやつ、あれもかっこよかったですけど、なんかその時まではあんまりそこまでピンときてなかったですけどね、僕は。今回のこのカラーでめちゃめちゃかっこいいなと思って、今までの傾向で言うと結構時間かかんのかな、結果来る前に。この前のシャドウ 2.0 なんて10分エントリー時間はあったものの、9時半とかに来てましたもんね。当たってる人はもっと早く結果が来てんのかな？外れてるから、今日はどうなんでしょうか。よし、これでストック X との偽物検証ができますね。あのストック X のモアテン、僕は怪しいと踏んでます。ストック X の野郎、国内正規が手に入ったということは、これであのストック X のモアテンの闇を暴くことができる。ぜひチャンネル登録してお待ちください。僕がストック X で買ったモアテンブルグと今日買えた国内正規品、偽物徹底検証やります。乞うご期待。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。